ん？何か面白いことはないかしら。どうしたんだ霊夢。最近面白いことがなくて、つまらないのよね。何か面白い話とかはないのかしら。面白い話か。そう言われてもすぐには出てこないな。霊夢はどんな話が聞きたいんだ。ん？いつもマリサは、科学とか宇宙とかの面白い話をしてくれるじゃない？けどたまには笑ってしまうような面白さのある話も聞いてみたいのよね。笑ってしまうような話か。笑ってしまうような面白い話はできないが、笑ってしまうような面白い研究の話だったらすることができるぜ。面白い研究？そんなものがあるの？ああ、霊夢も一度は聞いたことがあるだろう。イグノーベル賞というものだ。イグノーベル賞？確かになんだか聞いたことがあるわね。イグノーベル賞というのは、ノーベル賞のパロディーとして創設されたもので、人々を笑わせ考えさせた業績に対して与えられる賞だ。へえ、そんなものがあるのね。ちなみにイグノーベル賞という名前の由来は、ノーベル賞の創設者である、アルフレッド、ノーベルの名前と、否定を表すイグという単語を合わせたものだ。また、不名誉な、という意味を持つイグノーブルという単語にも欠けているとされているな。意外と考えられた名前なのね。それでこのイグノーベル賞には一体どんなものがあるのかしら。例えば、バナナの皮を踏むと滑る、という通説が本当なのかを考えた研究や、テキーラからダイヤモンドを作る研究、人肉の栄養価が他の食物よりも劣ることを発見した研究、など、様々な研究があるな。なんだか変な研究ばっかりね。聞いてる時になってきたわ。じゃあ今日は霊夢に、そんなイグノーベル賞の中から面白い研究を一つ紹介しようと思うぜ。ということで今回は、猫は液体なのかどうかを科学的に研究した件、について解説していくぜ。よろしくお願いするわ。って言ったけど、猫が液体かどうかっていうのはどういうことなの？順を追って説明するぜ。霊夢は、こんな風に猫が容器にすっぽりはまっている写真を見たことはあるか？なんだか可愛いわね。確かにこんな感じに猫が容器とか箱にすっぽりはまってる写真は見たことがあるわ。体が柔らかいからすっぽりはまっちゃうのよね。ああ、猫は体が柔らかく、様々なところに入り込むことができる。だから、まるで猫が液体かのように見える写真が数多く撮影されることが多かったんだ。そう言われると液体みたいにも見えるわね。そのため、猫は液体、というジョークとしてこれらの写真がネットによく投稿されていた。過去には多くのメディアで、猫が液体であることを証明する証拠写真、などと題した記事が掲載されることもあったほどだ。なるほど、猫は液体っていうジョークで盛り上がっていたわけね。けどそんなこと言っても、猫が液体なんてただのジョークなのよね。まあそうなんだが、このジョークに目をつけた研究者がいたんだ。その研究者は、実際に猫がどのように液体に似ているのか、そして仮に猫が液体だとすると、液体としてどのような性質を持っているのかを科学的に考えたんだ。なるほど、有名なジョークを実際に研究してみた、って感じなのね。まあそういうことだな。他のイグノーベル賞には応用可能な研究もあったり、精密な実験を行ったりして結果を測定するものもあるんだが、この猫は液体か、という研究に関しては、専門家だけがわかるユーモアやジョークを狙って行った研究だと思われるぜ。どういうこと？まあ実際に内容を見ていった方が早いかもしれないな。そうね、説明をお願いするわ。最初に研究者によって示されたのは、猫は固体、液体、気体のすべての状態を取ることができるということだった。固体、液体、気体、ああ、まず研究者は、このそれぞれの状態がどのような特徴を持っているか考えた。固体というのは、一定の体積と形状を維持している状態。液体というのは、一定の体積は維持しているが、その容器の形によって形状を変形させ適応する状態。そして気体というのは、利用可能な周りの空間を占めるように、自然と膨張する状態。それぞれの状態をこんな風に特徴で分類したわけだな。なるほど。つまり物体がこの中のどの特徴を持っているかを確認することで、固体、液体、気体のどの状態なのかを考えることができるわけね。その通りだぜ。そして研究者は、猫もこの3つの状態を取ることがあるとした。つまり猫は固体、液体、気体のすべての性質を持っていると考えたんだ。どういうこと？どう考えても猫は固体だと思うんだけど。ああ、まあ真っ当な考えだな。もちろん基本的に猫は固体だ。この写真は、猫がその形状を変えずにバウンドしている写真だ。この写真からも、この猫は固体状態だということがわかるな。猫に対して固体状態なんてなかなか言わないと思うけどね。しかし、猫が容器に入って長時間経過した際に、まるで液体のように容器の形状に合わせて変形することもわかっている。つまり、この時には猫は液体としての性質を持っているんだ。ん？まあそういうことになるのかしら。けど、固体でもあり液体でもある。っていうのはやっぱりおかしいんじゃないの？固体なら固体、液体なら液体って決まってるのが普通だと思うわ。まあそうなんだが、実は場合によっては固体、液体のどちらとしても扱う物質も存在するぜ。どういうこと？例えば霊夢は、山や大陸は固体か液体かと聞かれたらなんと答える。そんなの固体に決まってるじゃない？山が液体なんて答える人はいないわよ。当然の回答だが、実は山や大陸を液体のように扱う場合も存在するんだ。そうなの？ああ、霊夢は大陸移動説というものを知っているか。大陸移動説？大陸移動説というのは、大陸は地球表面上を移動してその位置や形状を変える、という学説で、この大陸移動説によると、山や大陸はマントルと一緒に、1年間に数ミリメートルから数センチメートル動いているとされている。
へえ、大陸って少しずつ動いてるのね。ああ、そしてこれらについて考える地球科学という学問では、数億年という規模でこれらの変化を考える。つまり、数億年単位で見ると、山や大陸も長距離を流れるように移動していくことになる。そのため、少しずつ動く大陸やマントルを、とても粘度の高い液体として考えることもあるんだ。なるほど、見た目は固体だけど、長時間で見るとゆっくりと流れていくから液体のように扱うこともあるのね。その通りだ。ちなみに今の例の逆もあるぜ。水は私たちの目にはもちろん液体に感じるが、もっと短い時間で見ると固体のように見えることもある。例えば、水風船が割れるところをハイスピードカメラで撮影した場合、一瞬だが水は風船の形を保っていることがわかる。つまり、観察する時間をほんの一瞬にすると、水であっても固体のように扱うこともできるわけだ。へえ、そういう考え方もあるのね。つまり猫も同様に、短時間観察した場合には固体のように振る舞い、長時間観察した場合には液体として振る舞うのだと考えたんだ。なるほどね。観察する長さで変化するってことね。ああ、また猫は一度入った容器から膨張しながらはみ出すこともあり、猫は体積が膨張する気体としての性質を持つこともあり得るとされているぜ。なんだか少し無理やりな気もするけど、言ってることはなんとなくわかるわね。つまり研究者は、猫は固体でもあり液体でもあり気体でもある、って考えたわけね。その通りだぜ。その後、研究者は猫は液体として一体どんな性質を持っているのかを調べた。まず、猫は水が嫌いであり、近づいても避ける傾向がある。つまり、猫は水とは混ざらない液体ということだ。液体は水に溶ける水性と、油に溶ける油性に分けられるため、猫は油性に近い性質の液体であると考えられる。確かに猫は水を嫌がるもんね。また、猫は垂直な壁にさえも張り付くことができる。そのため、粘着剤、接着剤のような性質も持っていると考えられるぜ。なるほど、今のところ猫は油みたいにぬるぬるで、接着剤みたいにくっついてくる液体、ってことになっちゃうわね。まあそういう研究結果なんだからしょうがないぜ。また、猫は一度容器にすっぽりと入ってしまうと、なかなか取り出せない。そのためここから猫を取り出すためには、最初に強い力を加えないといけない。そうね、これは液体の猫に存在する幸福応力だと考えられるぜ。幸福応力？ああ、霊夢は新品のケチャップを使う時とかに、力を入れすぎてケチャップが飛び出してきた経験はないか。そう言われると経験あるわね。押してもなかなか出てこないのに、少し強く押すといきなり飛び出してきてびっくりしたことがあるわ。それが幸福応力というものだ。いろんな物質が混ざったような液体では、力をかけると粘度が変わったり、時間が経過すると粘度が変わったりするものがある。ケチャップやマヨネーズの場合、ある程度圧力をかけるまでは、粘度が高くて固体のように動きづらいんだが、一定以上の圧力をかけることで粘度が一気に低下し、液体のようにドバドバと出てくるようになる。このケチャップを出すために最初に加えなければならない力のことを、幸福応力と言うんだ。なるほど、力を加えると急にサラサラな液体になったりするのね。ケチャップにそんな性質があるなんて知らなかったわ。つまり猫もケチャップと同じように、力を加えることで粘度が低下する液体であると考えられたわけだな。結構真剣に研究されてるのね。これらの他にも、猫を瓶の中で回転させた時にどうなるかや、猫の体の局所的な変形などについても考えられているが、その辺は少し難しい話になるから今回は省略しておくぜ。わかったわ。このようにユーモアを交えた論文が研究者によって書き上げられているんだが、本人曰く、この論文をきっかけに、ゼオロジーと呼ばれる流体に関する学問にスポットライトを当てたかったそうだ。まあ学問を広めるためにユーモアを利用したってことだな。こんな変な論文なのに、研究理由自体はすごくいい理由だったのね。ああ、ちなみにこの研究者は論文の最後で次のように述べているぜ。日本での近年の実験によると、猫を有体力学的な物体とみなすべきではなく、猫は環境からのストレスを吸収できる生物と考えるべきだ、とされている。現に日本には猫カフェというものがあり、そこでは猫は人々のストレスを伝達、吸収する役割を担っている。猫についての研究は日本の方が先んじていたのだろう、と。別に日本も研究したわけではないと思うけど、けどまあ確かに猫カフェはストレス解消に役立っているわね。とまあ今回の話はこんなところかな。猫が液体である、なんて論文を書こうと思ったのがそもそもすごいわよね。まあそうだな。イグノーベル賞には他にも一風変わった研究も多いから、また機会があったら他のも紹介してみようと思うぜ。楽しみにしてるわ。今日もありがとうマリサ。どういたしましてだぜ。では今回はこんなところで終わろうと思うぜ。わかったわ。ご視聴ありがとうございました。